おはようございます。12月15日、朝の街頭演説、神津市議会議員の吉川貴美でございます。この朝日、見ていただけますか。今日もですね、晴れ続き、非常に助かりますね。この冬の季節はですね、通常この鉛色の空、そこ冷たい雨というのが続くわけなんですが、今年はエルニーニョの影響でしょうか、地球環境が変わってるんでしょうか。とにかくですね、街頭演説には非常に助かる、そういう気候となっています。今日はですね、大津市議会の総務文教委員会、これ私が所属をしております委員会です。そこにおいてですね、しっかりとですね、当局の提案を審議してまいりたいというふうに思います。この国はですね、やはり地方議会が全く、こういうとあれですけども、まだ開かれてないなというふうに思います。もうあたかもね、これから大きな市場が、民主主義という市場がですね、未開拓のまま残っている。これですね、考えようによっては地方の政治家にとってですね、すごい魅力ですよね。これから大きなこの民主主義という市場がですね、開拓をしていくことができる。時間がかかるかもしれませんが、こういうことに取り組むことができるということは非常に幸せだと思います。ぜひみんなでですね、いい国を作っていきましょう。今日も頑張ってまいります。